ボースターさん、メインチャンネル、バン、おめでとうございますいやー、本当に申し訳ございません。ボースターさん。もうせっかくめでたいことがあったのにね、もう動画にするのは、もうかなり遅くなりまして、ね、メインチャンネル、バン、おめでとうございますありがとう。いやー、もうこれほどね、もうなんていうの、嬉しいことはなかなかないよ。生きててよかったなって、今まで辛かったこととかも、全部吹き飛びましたよ。俺のためにも今までね、メインチャンネル頑張って伸ばしてくれてたんじゃないかと。ガーン伸びてね、ドーンって落ちてったでしょ。ね、やっぱり悪は滅びるみたいな。ね、わざわざ俺のために悪いこととかね、詐欺とかをどんどん繰り返して、ね、もうね、ドーン行って、悪いことして、どんどん稼いで、ドーンと落ちていくこの様。ね。もう見てスッキリしました。なんかもう生きててよかったなって。ね、今まで人生辛いこととかいろいろあったけど、このために生きてたんやなぁ、みたいな。ね。やっぱりね、なんて言うんでしょう。昔からそうですけど、ね、水戸黄門でも何でもそうですよ。ね、悪いね、悪代官みたいな悪いキャラクターがいて、それが成敗される瞬間っていうのは、スキッとしますよね。やったぜみたいな。ね。いやあ、ありがたい。ね。ほんでね、やっぱり、もうほんと Google のね、本当によく見てくれたと。ね。やっぱりね、そういったね、人を騙したり、悪いことをね、して稼いでる人間っていうのは、やっぱり、ね、最後には、やられるんですよ。ね。ありがとう。あとはもうね、メインチャンネルもなくなったんで、セカンドチャンネルも、バンしていただいてね。で、最終的にはこうなって、ね。詐欺行為とかいろいろバレてこうなっていただいて、ね。ありがとうございます。ね。いやー、やっぱりそうでしょうね。ほんとはもう、いつされるかなと思ってて。大和的な、ね。大和的な旧もね、逮捕者が出て、それは出るでしょうよ。ね。でも俺言ってたでしょ。去年から。去年言ってたでしょ？今年はね、都市伝説か陰謀論界隈からね、まあ、逮捕者が出るぞって。言ってたでしょ？そらそうでしょうよ。分かってましたもん。出るなっていうの。で、これはまだね、始まりにすぎませんよ。ね。やっぱりね、流れがすごく良くなくった。良くなかったんですよ。やっぱりね、都市伝説とか陰謀論で、ね、信者を集めて、ね、宗教的なカルトみたいな感じになってたでしょ？そうなってくると、行き着く先は必ず、ああなるぞと、ね、某、ね、なんかね、なんちゃら、ね、真理教みたいになるぞって。で、やってることがやっぱり一緒でしたからね。最終的にはそれが一番稼げるんで、ね、悪い奴っていうのはね、やっぱりね、都市伝説が陰謀論を利用してね、金儲けをするぞって決めた時に、もう道は決まってるんですよ。やっぱりね、そういった人々を恐怖に貶めて、で、助かるためにね、なんか自分が救世主のかのような、ね、なりまして、そして人を集めて、結局そういったね、カルトになるんですわ。ね。まあ、ぶっちゃけ今年の逮捕者っていうのはまだまだこれから出ると思うんですけど、俺、順番的にはね、なんか、某秋夫の方が先になるかなと思ったんですけど、某秋夫の信者がね、そういった事件を起こすかなと思ったんですけど、それを追い抜きましたね。大和的な球が。やってることは全く一緒なんですよ。話してる内容は陰謀論で人を集めて、そしていろんなところにね、施設を作って、ね、そこでみんなが集まって生活して、ね、みんなで戦おうみたいなね。ディープステートと戦おうみたいな、ね。目覚めろみたいな形で人をいっぱい集めて、そして活動すると。で、その過激な活動していくっていうのが先に Q がやったみたいな感じ。ね。で、今回ね、ね、ボースターが、メイチャンネルをね、なんかもう自然と笑顔になる。ボースターのメインチャンネル版っていうことを言うだけでなんか笑顔になってしまうんですけど、ね。これメインチャンネルがね、版になって、
本人がね、あの某ね、某大和的な Q に逮捕者出て、俺は関係ないとね、逃げようとしてるじゃないですか。で現在ね、あの先日かな、ツイッターでね、もう今度ね、ボースターが大和的な Q を叩き出したと、ね、俺関係ないぞってことですよ。要ね、本来だったらそのメインチャンネルがバンになってもっと信者を集めたいんですけど、ね、大和的な Q の人らはもう俺らとは関係ないぞと、ね、あいつらは底辺だって逆に叩き出したんだ。それが昨日ね、なんて言ってたかと言いますと、ね、ここ低次元思考の人をマルベイさんが引き受けてくれたので、僕の周りの断捨離まですっきりして最高ですね、新しい未来へスタートね。だからボースターはもう大和的な Q とは関係ないよと。でしかもあそこに集まってるのは低次元なやつらだからなって言ってね。で低次元なやつはうちには来ないから、来ないから言うてね、切り捨てたわけですよ、マルベイともどもね。なんでかというと、マルベイのねファンっていうのはもともとボースターのね信者だけど、もう帰ってこないから自分のところにはね、もう気づいたんですね。今までは違うよ、なんとかしてね、裏で陰でね、マルベイの悪口とか言うて、そこの信者を自分のところに戻そうとしてたんですけど、帰ってこないわけですよ。もう人気がね、向こうに行っちゃったから。ボーさんあんまり今人気なくなっちゃって、マルベイに取られたから、マルベイとかのなんちゃら Q をね、悪者にして、向こうは向こう。ね。関係ないからって。本当にね、高次元の人はみんなこっちに来るよって言うと。ね。もう強がり言っちゃってるわけですよ。負けてるから。ね。まあ、セカンドチャンネルもバンされるんですけど。メインチャンネルバンになってね、セカンドチャンネルもバンされるんですけどね。いや。ね、これもセカンドチャンネルバンになってね、もう、また落ちぶれるんです。ありがとう。そういうとこはね、好きです。そういうとこはね、やっぱり、なんていうの、あんまり頭がね、良くないところがまた愛されますよね。本当に。でもね、これはね、でもね、まあやってることはね、あれですけど、まあ、そこまでバカではないですよね。やっぱりこの、マンチャラ中華逮捕者が出てて、自分のところには来てほしくないと。自分のところに来てほしくない。ね、無関係だって言って、結局責任は全部マルベイに落とし、ね、マルベイのせいにすると。マルベイが、ね、リーダーの大和的な中、ね、うちは関係ない。逮捕者出てるけど、ね、公安の人とかもうチェックしてるわけですよ。今ね、つながりを。で、うちは関係ないよって。ね、マルベイが勝手にやってるんですよ。ね、マルベイの信者ももういらないよって。ね、あいつはバカだからって言って、低次元だからって。帰ってこなくていいよ。逮捕されても俺関係ないよっていうことですよ。ね、これいつもの体でね。マルベイと付き合ったことある人間っていうのはわかると思いますけど、マルベイって結構軍団っていうかさ、マルベイじゃないわ。マルスターの方ね。ボースターの方。ボースターって昔からそうなんですよ。ボースター軍団みたいないろんな仲間いっぱい作るけど、ね。知らん間に消えてくでしょ。知らん間に。ね。もうね、H さんとか、ね。M さんとか、ね。なんもういろんな人ですよ。いろんな人がね、ボースターの周りにいた女の子とかね、いろんな人、ね、仲良く活動してたら急にいなくなるでしょ。ね、もうね、こういったやばい事件が起こったりすると、ね、マルスターが、ボースターがね、捨て駒として切り捨てていくんですよ。だから今まで、どんな詐欺行為とかさ、ね、そういったことがあってね、問題が起こっても、ボースターは捕まったりさえ、ね、しないんですよね。捨て駒として切り捨てるか、あいつが勝手にやったんだと。あいつが勝手にやったんだよ。で今回はもうマルベイがその役割を得て、ね、逮捕者が出たその大和的な Q は関係ないと。ね。だから今後、ね、これ本当にそうですけど、逃げた方がいいで。ボースター周りの人間は。ね。ボースター軍団の周りの人間、逃げるな、今ですよ。本当に。いつ切り捨てられるか分かんないから。俺、今まで、これ、ボースターの周りの人間で、ね、ボースターをずっと慕い続けてね、ボースターとずっといい関係仲良くね、繋がってた人、いないもん、一人も。本当に。
こいつと付き合ったらお前ろくなことないで。昔一緒にね、音楽でね、活動してたね、メンバーもね、本当にそのバンドやってたかどうかも謎ですけど、ね、まあ音楽活動してた人のメンバーに対する誹謗中傷とか悪い噂とかめちゃくちゃ流してるからね、ボースター。ね、誰とは言わないけど、ね、宇宙人のね、ふりした刑事さんとか、ね、KJ さんとかのね、悪口も言うてたしね、ずっと。あいつはね、音楽業界の時からね、そういう悪どいこととか、詐欺みたいなことをずっと繰り返してて、音楽業界からも干されてたとかね、そういった情報を俺何も聞きたくもないのに、本人がね、DM で俺に流してきたりしてたし、ね。他にもですよ、ワンピースで今有名な、ワンピースで有名なね、なんかね、有名な人いるでしょ。ワンピース系 YouTuber でね、一番って言うとあれですよ、かなり人気のあった人も、ね、なんか窃盗を繰り返してて、犯罪をね、ずっと繰り返してたと。あいつはやばいやつやみたいな情報とかもね、めちゃくちゃ流してくるし、俺に言うてきてたし、他にも一緒に活動してた女の子いるんですけど、音楽活動してたね。で、そいつも、そいつっていうか、まあその人もね、ボースターをどんどん抜いてって、今やパチスロ業界ではね、もうみんな名前知ってるようなめちゃくちゃ有名な女の子がいるんですけど、で、その子は素顔じゃなくてこう、なんていうの？顔を白塗りにしてなんかね、世紀末みたいな顔してて活動してるんですけど、で、その子もね、めちゃくちゃ売れてたのよ、ボースターより。ほんならまたボースターがさ、ね、もう自分より売れたやつは全員潰すから、ボースターって。いつもそうなの。仲間とかいっぱいいてて応援とかね、しないのよ。自分より人気が出たらとりあえず悪い噂流して潰そうとするからね。で、その女の子に関しても、こいつは悪魔に魂を売ってああいう格好してると。でね、元々の素顔はこれやみたいな写真を無断でね、ツイッターでね、拡散したりしてましたよ。ね。顔を隠して活動してる女の子の素顔をね、知ってるから昔一緒に活動してたから。ね、こいつが悪魔に魂を売った女だみたいな感じでツイッターで拡散してたり。とりあえずね、ボースターと関係を持った人間はみんな潰しにかかってくるから。捨て駒としてね、利用するだけ利用して役に立たなくなったら切り捨てる。そして自分の犯罪行為とかやばいこととかがね、もう明るみになって、こっちに身が迫っていったら、こいつが勝手にやった言うて捨て駒として捨てる。ね。やばいんだって。ね。だから誰からも慕われてないの。本当に、誰からも慕われてないの。ね。本当に。今現在、ボースターの軍団の周りはね、金のつながりとかね、そういったので繋がってるけど、逃げた方がいい。ね。俺、言うたでしょ。この前の動画でもね、某雑誌の、雑誌っていうか某本の YouTuber21 人のうち、年内に丸々されますって言うたでしょ、最後。それが繋がってきます。なぜなら、公安に、ね、今回の大和的な急なことで、その、YouTuber もマークされてるんですよ。名前がね。なんでかというと、一緒に活動してるから。で、一緒に活動してるけど、なんちゃら急と、その YouTuber と、YouTuber は全然繋がりないのよ。なぜなら、その、ボースター軍団のその YouTuber の人は、そういったやばいのとは繋がらないようにしてるから。ね。そういった詐欺行為とかも、避けて、あえて避けて繋がってたのに、ね、そんな私がマークされるわけないやんと。ね、私捕まるわけないやんとか、私のチャンネルがバンバンされるわけないやんって、いろいろ思ってるかもしれないけど、違うんだって。ボースターが、ね、あ、こいつ、俺より人気出てきたなって、もうそろそろ捨て駒として切り捨てるかってなった時に、でっち上げるから。でっち上げるんだよ。ね。自分のやってたね、そのテスラ缶とかね、そういったものね、高額でね、売りつけた、そういう、なんていうの、詐欺行為とかを、ね、ね、なんちゃら級のね、そういった方に関わってないのに、ボースターが実はこいつがやってたんですよって、こいつも関わってますよって、マルベイとこいつとかも繋がってるんですよ、私は関係ないよ、僕は関係ないんですけどね、ボコちゃん関係ないよ、とか言うてさ、売るんだよ、こいつが、ボースターが。で、現在、その、もう、マルベイをそっち側にしたっていうことは、もう、あと、駒がないんすよね。ボースター軍団の、ね、捨て駒っていうか、
に使えるのが1、2、3人ぐらいしかいないの、メインで。メインで。もう3人ぐらいしかいないの。ね。だからもう、やばいぞってこと。ね。だから、気づいてくれよと。目覚めなさいってこと。この3人しかいない。まあでも、この1人はもう、無理だと思うわ。この1人は無理だと思うけど、こっちとこっちに関しては、こっちとこっちの YouTuber の人に関しては、今全力で逃げて、その手の YouTube のね、そのコンテンツっていうか、それ捨てて、逃げたら、なんとか逃げ切れる気がするんですよね。目覚めてくださいってことですよ。こっちはダメですよ。これもうズブズブなんで。ね。だからやばいんだって。本当にボスさんはやばいんだって。ね。本当に気をつけて。ね。これだけ言うてもね、離れられない。まあそういった状況を作ってるんですよ、ボスさんが。ボスさんのやり方ってそうなんですよね。その、全然ね、人気のない人とか売れてない人をね、そういった時代に、こっち側来たら稼げるぞ、みたいな感じでね、飴と鞭をね、使いこなす男ですからね。で、一旦ね、こっちが来たら儲かるぞって言ったらね、その人気の全然なかった人に対して、いろんな仕事を与えるんですよ。ね。雑誌の仕事とか、それとかいろんなイベントのね、そう、あとドラマとか映画とかのね、出演とか、いろんな飴を与えるんですけど、そこのグループ、そこのグループの仕事ばっかりは触れるけど、普通の仕事とかちゃんとって言ったらね、クリーンな仕事とか全然来なくなって、もうブラックな仕事ばっかり来るわけですよ。で、裏切ったらお前は仕事全くなくなるぞみたいな状況を作って、もうお前は逃げられへんぞみたいな状況にして囲うからね。本当に。今までそんな風になって被害に遭った人何人も知ってるから。何人も知ってるから。だから過去のね、ちょっと前の、くっと、まあ、何年前かな。まあ、5年前とか6年前とかのね、そのボースターのね、イベントとかに出てた人とか見てくださいよ。まあ、ひどい目に遭ってるよ。ひどい目に遭って消えてます。H5 屋さんもいないし、ね。M さんもね、もう、暴力振るわれ、メガネを取られ、メガネを取られ、ね。もう、メガネって言っても、メガネ持ちてる二人、女の子いたけど、もう一人のメガネの子もね、いなくなったし。もうとりあえずやばいんだって。とりあえずやばいの。ね。本当に。気をつけて。マジで。ね。まあでもこれからね、でもね、これね、本当にね、もう椅子取りゲームみたいな感じで、ね、マルベイがいなくなっても、そのジャンルっていうかさ、その、ねえ、次からなんですよ。ね。トランプさんとかね。プーチンさん光の戦士とかね。反ワクチンとかね。そういうね。枠ってさ、儲かるから、もう次からですよ。とりあえずマルベイのね、なんちゃら Q がいなくなったとしても、Q っていうのは代々誰か引き継いでるからね、リーダーが。ね。もうあれですよ。なんちゃら Q が逮捕者とかどんどん出てったらさ、ね。なもう今度ね。なんか、N さんとか、ね。なんか、ミソッカスみたいな人とか、が後を引き継いで、また競争の座を狙い、金を稼ぎ、そしてだんだん、さらに、カルト強化していって、そして、また過激になり、また逮捕され、そしてまた次が来てって。ね。その中でも、ボースターだけは、いろんな自分の盾を使って、ね、捨て駒を用意して、自分だけは、だからもう先頭を切らないのよ。トップに行かないの。ね。ボースターは。で、金を稼ぎ、捕まわないようにして、自分の身代わりをまた増やして。ね。もういなくなったら作ればいいだけですから、ボースターっていうのは人、ボースターにとって人っていうのはそういう感覚ですからね。あ、もうこれ捨て駒でポイと捨てた。こいつがね、やりましたみたいな捨てたら、じゃあ、ね。新しくメンバー入れようと。ね。やっぱりね、分かってるんですよ、彼は。芸能界目指しててもね、人気が出ない、YouTuber 目指してても全然ね、稼げない、頑張っても数字が取れない、そういった人を飴で釣って仲間に引き入れるっていうその ノウハウがすごいから、分かってんだよ。あ、こいつはなんぼ頑張っても売れへんなって、このままやったら売れへんな、ね。でもなんかやる気はあるな、そういったやつを見つけて、また俺のとこ来たら稼げるぞと、ね。仲間にならへんかみたいな感じで来るから。マジで。本当に。やばいから、こいつはもう。ね。
なんか公安の方とかもね、その警察の方とかそういった人たち、なんちゃら Q のね、ことを調べるんだったら、黒孫こいつだから。ね。もしね、情報欲しかったら連絡ください。もう、ね。本当に悪いのは、こいつだから、ボースターだからね。ね。マルベイとかね。なんか、甲をつつきがたいね、人とかね。それはもちろん代表とかには名前は連なってるけど、一番悪いのこれだから。本当に。ね。要チェックですよ。ね。要チェックしといてください、これ。やばいから。ね。いや、まあ、とりあえずセカンドチャンネルですね。セカンドチャンネルも、この流れだったらね。まあ、ほっといても、ほっといても番になると思う。何もしなくてもほっといたら番になると思う。ね。セカンドチャンネルも。これがね、でもね、本当にね、頭悪いなと思うんですよ。同じことやったらね、それは番になるで。メインチャンネルと同じこと話してんだから番になるよ。まあ、それは本人もさ、そのね、光のね、なんたらとかやね、やらへんかったらね、数字取れない、信者がついてこないの分かっててね、やってるんでしょうけど、同じことやったらそれは番になるよ。普通に考えて。ね。まあ、それしかできないからね。それを続けてるんでしょうけど。ね。まあまあ、ということですよ。まあ、とりあえずめでたいって話です。ありがとうございます。ね。はい。ということで、ね。皆さんも気をつけてください。ね。以上、ヨシンでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。